来い。これから浜のこちら側を探す。見ろ、兵だ。足立家の兵です。ああ、だがなぜ一人落ち延びようとしたのか。すべての老頭が主の仇を討とうと勇んでおりました。逃げることなく。良いことを聞いた。皆忠義を尽くしたか。一族の旗を見つけたら知らせてくれ。浜を進んでいた様子。ならば我らもこの方角に進むぞ。菊池家の旗。こやつは見たことがないが、姉の夫も仕えていたが。兄君も近くにいらっしゃるはず。探しましょうか。今はいい。息子らを探すのが先だ。酒井家の旗だ。私の馬。私は死ぬところを。申してみろ。叔父上に救われました。その恩は返さねばな。おかげで生き延びたのだ。悲嘆するな。誰です。正則だ。若輩者ではあるが、年老いた父親に代わり戦に出陣した。肝が据わっておる良い息子だ。ああ、だが我が子はどこだ。長尾家の武士だ。弓の名手を抱える一門でした。右に出る者はいなかったな。先生さえご出陣くだされば。志村家の旗だ。戦の最中、この旗が倒れるたび叔父上かとおののきました。死を恐れるのは世の断りだ。この先は岩場です。ここにも。氏影、息子らの良き友であった。最後までそばにおったはずだ。ではこの近くに。行くぞ。猛虎のむくろも置き去りか。無用ということです。館に残っておれば、妻と子の隣で眠れたというの。有明へは遠く危険な旅です。近くに埋葬できる地があれば弔うこともできましょう。
かがり火台、幼い息子の遊び場だった。今は猛虎の手にあるのな。ならば奪うまで。かがり火台はこっちだ。二人はかがり火台が好きでな。遅くまで戻らぬ時は決まってそこにおって星を眺めていた。良き母ですね。そう自負しておったが、二人の子が先に行き母が残るなど、これほどの無念があろうか。母上を亡くした時、私も己を呪いました。しかしお主は幼く、母君は病、お主にできることなどなかっただろう。それが事実でも慰めにはなりません。そうだな。まだです。新手が来ます。下から来るぞ。ご用心を。これでしまいのようだ。その様子です。ようやくだ。息子らを運ぼう。二人が元服した後も
世を明かすことを許さず呼びに参ったものよ。母を亡くしてから恋しかったのは私を呼ぶ声でした。母君は安らかに眠っておる。安心しろ。志村殿を救出する折には私に知らせろ。お主には助けられた。必ず手を貸そう。なれど今少し息子らのそばにいさせてくれぬか。承知しました。ご無事で、政子殿。戻ったね。刀鍛冶をお探しですか。酒井様、十分な素材をお持ちください。まだおったのか。嫌なのかい。鍵縄の完成を見届けた後すぐ島を離れるのかと。船を探したいけど、あんたは鷹の恩人だ。志村様を助けるまで付き合うよ。それは心強い。皆を集めてくれ。なんて言えばいい。これより兼太の木に向かい、叔父上を救うと。お前の老いが我が兵を追い回し、けだもののごとく八つ裂きにしている。己らが民に何をした。心根では分かっておろう。我らの望みは同じ。死して名を続く戦をした。
わしは誉れをもって武勲を立てた。対馬の好機を正し、平和をもたらしたのだ。己とは違う。奴もそう言ったな。だが奴は勲氏を残す前に死ぬことになる。勲氏とは死しても残るものだ。ああ、そうか。己の家は代々対馬を治めておるとか。確か先祖以来の城が北にあったのだったな。この目で見るのが楽しみだ。その間、己はここに一人閉じ込める。誉れでも食って、飢えをしのぐがよい。どうした、龍蔵？何があった？みんな揃った。菅笠衆を待つ。いや、先に小屋で待っておれ。陣、来たか。雅子殿、裏切り者の所在は聞き出せましたか。聞こうとしても、あの女メソメソと泣きおってな。仕方ありません。責めたくもなるわ。それとも和光殿の魅力で落としてみるか。女は仲だ。お待ちを。酒井様、雅子様に殺されてしまいます。目を見ればわかるのです。お主の無事は受け合おう。手を貸してくれるなら。知ってることはすべて話しました。八郎が文の運び手ならばどこかで貞夫と会うだろう。
うかうかしておったら雅子殿に先を越されるぞ。どうかお助けください。そのためには俺が二人を見つけねば。まずは隠れ家だ。心当たりは？考えてみます。忘れてはならぬぞ、貞雄は人を殺したのだ。すぐに戻る。それで隠れ家を思い出させておるところです。何を見返りに？歩きましょう。声が届かぬ場所までな。貞雄を助けるとヒナに話しました。できぬ約束をしおって。ヒナの信用を得たかったのです。嘘をついたのだな。救えるならば救いましょう。嘘ではない。失敗したらどう弁明するのだ。貞雄の罪は深く、雅子殿の裁きに物申す気はないと。館のあらゆるものが家族が死んだ夜を思い出させる。あなたの親里にはどなたかいらっしゃるはず。尋ねてみては？兄は数年前に死んでしまった。そして姉も殺されておった。金色の帯で見分けるのがやっとだったがな。思い出させてしまいましたね。忘れることなどできぬ。あの音楽が懐かしい。なんと。よくここで孫と一緒に曲を奏でたのだ。新しい季節を迎えるたびに。もう二度と聞くことができぬとはな。礼を言う。やめて、来ないで。館へ急げ。おのれ。ヒナ。死角を捕らえるぞ。急げ。辺りを調べよう。足跡があるはず。こっちだ。なぜヒナが狙われた？貞雄から遠ざけるためであろう。すべて筒抜けであったか。我が館に向かう道中で姿を見られたからな。あえて見せたのでは？おとりに使ったのですね。貞雄が来ると踏んだのだ。なぜ黙っていたのですか？言えば止めたか。守ると約束したのです。足跡は一人分。死角は一人で乗り込んだのか。ヒナが死んだ今、生け捕りにせねば。お長編地、ベテンテン。俺はここだ。捕まえ。助けて。させるものか。スガルダクソバケモン。血が止まらない。切られた。
たくない。八郎、貞男の弟だな。なぜヒナを殺した？逃がそうとしたんだ。だけど兄さんのために固くなに動こうとせず、そしたら叫ばれて、だから仕方なく。貞男はどこだ？悪いが、兄さんを裏切るつもりはない。死んではならぬ。あやつの居所を吐け。政子殿。ヒナは無駄死にでした。犯人は我が一族を皆殺しにした者だ。諦めてなるものか。八郎は文を届けていた。もしかすると。何かあったか。補給路の地図です。野営に食料を運んでおったのか。貞男がいずれかに隠れておるやもな。一番近い野営のまとめ役に話を聞け。この地図の意味がわかるはずだ。あなたは。ヒナを埋めてやる。せめともの情けだ。後ほど野営で会おうぞ。
레기온 발신! 待たせてしまったな。まだ生きてる。ありがとうございます。安全なところへ。抜かるでないぞ。どうかこれを。この野営を束ねる僧に会えと言われたが、八郎が持っておった地図を読めるのだろうか。口家の旗持ちが戦場に乗り込むの見たよ。役立つものばかりです。どんなものでも揃えてますよ。ではあなたのご武運を願って。手に入りにくいものが揃ってますよ。崖際で飲んでたからね。ああ、玄米か。そういえばそんな人もいたね。もうこの先はずっと強いのかな。そうでしょうね。それか金が有り余ってるから浴びるほど酒を飲めるのかも。それで死ねるなら魔法物だ。酒井様、お達者でいらしたか。純真、まさかお主とここで会うとはな。ご用件を伺いましょう。この地に詳しいか。野営のまとめ役ですので。この地図に心当たりは。食料を届ける者に渡しているもの、流民の野営の場所を記してあります。もしやこれは地。全てお主が束ねる野営か。有明では同胞が殺し合っていると聞きますが。無実の民が食い物にされ、足立家の女子供も殺された。裏切り者を裁かねば。有明のかがり火台が記してあります。ここに野営はありませんが、噂では賊に乗っ取られているとか。賊ならば良いのだがな。雅子様がいらっしゃった。お声をかけてあげてください。農夫を殺し回ってる侍がいる。何か分かったか。貞男はかがり火台におるやもしれません。あれは足立家が有明のため建てたもの。恥すら知らぬ裏切り者め。奴には手の者がおるゆえ、我らのことも知られましょう。いいさ、迫る恐怖に震えながら私の到着を待つがいい。行きましょう。貞男はなぜ裏切りを。私が奴を咎めたからだ。米を盗み飢えた民に売っておった。クタで米が足りないゆえんでしょうか。証明はできぬ。村はひどい有様であった。万兵がおります。腰抜けは隠れておる。佐藤、首を洗って待っておる。尋常に勝負。お前を
殺せば名を残せるかもな。館で死ねばよかったものを。ああ、死にたかったさ。いやクズめ。殺したのですか。政子殿、奴は私の慕う者を全て殺した。だがなぜだ。くだらぬ復讐のためだとでも言うのか。菰田の浜で死ねなかったことを私も悔やんでおります。勝ち目のない戦に自ら身を投じたのは、それがたやすかったから。ではなぜまだ生きておる。守るべき民がおるからです。そして討つべき仇も。貞雄が死んだ今、黒幕は私が生きていて探しておることを耳にするだろう。恐怖に震えていつか尻尾を出す。ご無理は禁物ですぞ。お主もな。今さら後には引けぬぞ。他の裏切り者も見つけましょう。その前に叔父上を助けねば。では金田の村で待っておるぞ。
本土に渡る航路を見つけたラクダ機がいるらしい。安全な航路があったとしてもどうせ大金を求められるんだ。スミデラの僧兵たちもまだ…うちの鎧は猛虎の武器にも負けません。これで安全です。お体の傷も減りましょう。これで安全です。助かった。陰ながらご分をお祈りしています。あなた様がいらっしゃってよかった。太刀のお手入れをいたしませんか。酒井様、十分な素材をお持ちください。その太刀が錆を知りません。あの絵猛虎が相手でも志村様とはするものか。弓の手入れをいたしましょう。ハヤブサ王も落とす一夜を放てるでしょう。